どうもこんにちは今回植物育成ランプ LED のものですねこれちょっと買ってみました実は私この前のモデルこれの前のモデルというかこれより小さいモデルを持っててですね想像以上に効果があったので今回この 36W の大きいタイプこれを Amazon で買ってみました2800円ぐらいでしたちょっと開けてみましょうまあこんな感じで えこれ外国製のランプなんですね、LED の。レフランプみたいな形してますけど、これ放熱フィンがついてます。LED は全部で12個。青が3個。えー、赤が9個ですね。外国製ランプなので、この口がですね、E-27 というモデルです、これ。日本製のランプは E-26。26なので、えー、このホルダー、これ E-26、26 ののモデルなんででですすがももこのランプでも合います、えー、今までもですね私このホルダー同じものを使ってたんですがもう何年も使ってましたけど問題なく使える閉めた後ガタつきがあるとかそういうのもありませんのでまあい、e、の27と26問題なくマッチングしてる感じですね早速つけてみましょう かなりまぶしいですこれ色はショッキングピンクって言ったらいいでしょうかかなりですねピンクの光が放たれますこんな感じでちょっとランプの目の前にですね手を持ってくると相当 暖かいので植物からはある程度距離を置いた方が良さそうですね皆さんもぜひいかがでしょうか植物育成用 LED ランプでした